白く焼くから中の野菜が生えるんですよ。美味しいです。ほんともちもちで、でもう甘み、粉の旨み、甘み。美味しい。すごいもちもち。合うね。うん、通常のバゲット生地に油分、油脂分を入れるとどう変化するかっていうのがレッスンのポイントです。さらに、旬の野菜ということで春菊を使ってもっちりとしたフランスパンを作っていきます。でも浮かないからダメっていうわけじゃないから要はルヴァン冷蔵庫から出してルヴァンリキッドを入れて短時間食べた時に団子っぽくこう口どけが悪いとやっぱりパンとしてあんまり美味しくはないし、オリーブオイル、そう、これをじゃあオールインでどうなるかっていうとあんまりねボリューム出ないけど、だからまず自分が何を作りたいか、香りはオリーブだよ。やっぱりオリーブオイル入れれば香るし、米油とかそういうの入れれば無味無臭だし、もう混ざってるんでしょ。形を、まあ、まず縦長に分割するっていうのがこういうふうにガス抜いてと出るぐらいで、下からやりすぎると下の生地が厚くなるからあんまりで、さっきの変化球で今度まっすぐ置かないでこっちねじる、でオリーブオイル塗って、ほら野菜を入れる前、それぐらいそんな感じでいいのと思ったと思うんですよ。だけどパンチしてってやっていくとつながっていく。でも成形の時はすごいふわふわしてたでしょ。まずあのもっちりフランスは何がもっちりかっていうので、本当にこれもレシピのトリックというか仕組みなんですよね。これぐらいのこね具合でもあれだけつながった生地ができる、でこれぐらい発酵させる、これぐらいパン、このタイミングでパンチを打つからこそ白く焼けて、でもっちりするんですよね。食材を使ってみてすごい広げていただきたい商品というかパンです。